国会議員 YouTuber が NHK をぶっ壊すということで、最新のニュースが入っております。参議院選挙の埼玉県の補選、自民県連擁立せずということで、実はもう選挙がですね、また10月の来月10日に告示されて27日にあるんですが、参議院議員をですね選出する選挙が行われます。でこれ、埼玉県なんですが、自民党がですね今すでに前、埼玉県知事のですね上田清さん71歳がこの補欠選挙に立候補するということを決めているんですが、自民党および公明党の方はこれに候補者を出すかどうか決めてなかったんですが、今日、どうも立候補させないということでニュースがありました。先ほどですね伝えられております。NHK から国民を守ると、今東大阪市長選挙に立候補している浜田聡がですね、まあこれ東大阪市長選挙は当然当選しないと思ってるんですが、当選したらもちろん東大阪市長させますけども、当選しなければこの埼玉市の埼玉県で行われる参議院の補欠選挙に、浜田聡が立候補する予定と。まあこれ自民党と公明党が立候補しないということで、ちょっと面白い選挙かなと。というのは上田清さん71歳で、まあもちろんねこれ左系の応援があるんでしょう。立憲民主党や国民民主党、そして共産党、社民党ですかね。あと令和新選組は多分立候補者出さないと思うんですけど、まあ、令和新選組が立候補者出してくれれば、浜田の当選確率が上がるのかなと思ってるんですが、まあ、いずれにしても自民党の候補者が、来月10月10日告示、27日投開票の参議院議員選挙補欠選挙に立候補しないことは非常に嬉しいニュースでありますので、お伝えをさせていただきました。ということでね、ちょっと気が早いんですが、10月10日ですね、埼玉県下でですねポスターバンバン貼っていきます。で10日11日ひょっとして12日13日ぐらいまで、かけてですね、埼玉県ザーッとポスター貼っていきます。僕も額に汗しながらですねポスターをまあ車の運転をしながら貼っていきたいと思いますので、多くの方にこの埼玉県のですねポスター貼りにご参加いただきたいと思っております。また詳細は追って連絡いたしますが、選挙とにかくバンバンやってきます。よろしくお願いいたします。以上です。国会議員 YouTuber が NHK をぶっ壊す。